こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、いつもと違った環境から動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕が今来ているのはファブリック東京表参道店さんなんですけども、今日はこちらでですね、大人のセットアップはこの3つのセットだけ持っておけばいいというテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。最近はですね、ビジネスウェアを着る環境も大きく変わってると思うんですね。それはですね、クールビズの影響もあるかなと思うんですが、この1年間でさらにですね、このカジュアル化の波が進んでいるのかなというふうに感じています。そうなるとですね、もちろんスーツというのは今でも着る方たくさんいるかなと思うんですが、結構ですね、セットアップの重要性がますます高まっているのかなというふうに思っています。僕自身もですね、結構スーツを着る機会よりはセットアップを着ることのが多いんですね。結構これが便利で、セットアップというとビジネスの場面でも着れますし、それだけではなくてカジュアルシーンでも着れるんですよね。例えばビジネスシーンであれば、ノーネクタイでも着れるようなシャツを着て、そういった形で合わせてもらうのもいいと思いますし、カジュアルシーンだったら内側に着るものを変えるだけで転換ができるんですね。例えば T シャツだとか、あとはニットだとかポロシャツなんかも合いますので、どんなものを合わせるかによって結構ですね、セットアップって見せ方をガラリと変えられるんですね。そういった点もあって、結構セットアップの需要って今後増えるかなと思ってるんですが、ここで一つですね、問題点がありまして、僕自身もですね、すごくセットアップいいものが欲しいなという思いがあるんですが、僕のですね、体型に難がありまして、身長164センチ53キロとかなり小柄なんですね。そうなるとですね、なかなか規制のセットアップですとなかなか合わないんですよ。ですので、なんかいい手はないかなと思っていたところ、今回ですね、ファブリック東京さんとのですね、撮影の機会をいただくことができまして、ここでですね、僕のサイズにぴったりのセットアップを作ることに決まったわけですね。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。僕自身ですね、結構オーダーでスーツを作ることはたくさんあったんですが、実はですね、セットアップというのは初めてなので、これをですね、オーダーで作ったらどうなるのかすごくワクワクしているわけなんですが、僕自身ですね、ファブリック東京さんとのつながりは結構ありまして、普段ですね、スタイリングをしているお客さんをお店にですね、ご紹介することがあったりするんですね。従来のオーダーのスーツショップとはまた違って、かなりですね、仕組みも今っぽくて、すごく現代にフィットとしたオーダーショップなのかなというふうに思っています。ですので、そんなファブリック東京さんとコラボレーションしながら、今回はですね、最高のセットアップを作ってみたいと思ってますので、ぜひ皆さんお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、実際に僕がオーダーしているですね、風景を皆さんにお届けしてみたいなというふうに思っています。それでは高山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、まずはじめにアカウントの作成をお願いしております。で、ファブリック東京ではその作ったアカウントにサイズのデータを上げてしまって、もういつでも退店後にお客様が生地の取り寄せとかサイズを見たりとか、あとご注文ですね、もうできるようにさせていただいておりますので、LINE でアカウント作成すると連携してキャンペーンの情報とか入ってくるので、便利ですね、それもね、はい、なんか来ましたね。来ました、はい、こんな感じで送られてきました、はい、では次に簡単なライフスタイルのアンケート、これをもとに生地だったり、サイズだったり、全てちょっとこちらからご提案とかご相談させていただくので、なるほど、はい、オーダースーツ経験があるかどうか、これまでに既製品のサイズが合わなかった経験はありますか、これまでに部活動や社会人チームなどで経験されたスポーツ、これめちゃ重要ですね。これは僕もスタイリストやってるので、運動してるものによって貼り方とか全然違いますもんね。これは面白い。これアンケートめちゃくちゃよくできてますね。これなんか強みの一つかなと思いましたね。すごい。ではこちらで最初の会員登録以上でございますので、はい、回答いただいたアンケート見ながらちょっとだけ打ち合わせさせていただいて、はい、その後サイズに移りましょう、はい、あんまりバリバリに硬い感じではなくて、中はこう T シャツだとかニットだとか、それぐらいの場面が多いですね。ではですね、体の採寸させていただきます、はい、でまず最初に体全身測らせていただいて、そちらでもうシャツとベストのサイズは AI が自動にそのゆとり、体にゆとりを付け足してサイズが完成でされます。一応これで体の採寸は以上ですので、次にスラックスを履いていただきます、はい、
いい感じだと思います。よろしいですかね、うん、ではこれで、はい、もう採寸すべて終わりましたので以上でございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次にですね、生地のご説明と、うんうん、あとまあカスタムとかの説明、ウェブサイトの使い方の説明をさせていただきます。はい、お色とか柄とかのイメージってございますか？うん、これ結構明確にあって、もう一番オーソドックスなものが欲しいなと思ってて、はい、そうなるとやっぱりネイビーで無地、はい、これが一番使い勝手がいいかなと思うので、その中でなんかご提案いただければと思うんですけども。かしこまりました。とても助かります、はいはい、結構ねオーダースーツ屋さん行くとこう生地見本みたいなのがめちゃくちゃいっぱい出てきて、その中から選ぶと、ね、混乱する方も多いかなと思うんですけど、なんかこうやってある程度こう絞り込んでもらった方がかえって選びやすいですね。そうですね、うん、ですので最初 のライフスタイルのヒアリングだったり、はい、まあ、どういう時に使うかっていうのを元に結構我々がこのセレクトにはもう最初のヒアリングの内容が反映されてるんですね。そうです。あ、素晴らしいですね。では次にですね、カスタムをしていきます。うんうん、あとはウェブサイトの操作をですね、うん、もうご本人様にしていただいておりまして、でなぜかというと後々ご自宅で買うときに店舗でやってもらって使い方分かんなかったってなると、うんうん、申し訳ないので、うん、操作もお願いしております。なるほど、はい。ではもうカスタム終わりましたので、はい、先ほど取ったサイズがもうここに反映されておりますので、うん、ではご注文の確認へ進みましょう。基本的に、まあ、今こういう状況なので商品仕上がり次第ご配送をさせていただいております。無料で。なのでお届けの住所こちらにご入力お願いいたします。はいはい、あとは商品が手元に届いて50日間はサイズのみなんですけど調節できますので、はい、合わなければ50日以内にまたご連絡いただければ対応させていただきますので、はい、ではこれで同意いただくので、うん、最後にこのご注文確定するというところを押していただいて、はい、終了ですね。終了でございます。はい、じゃあこちらを押させていただきます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではこれでもう注文確定しましたので、うんうん、あとはお待ちいただければと思います。はい、結構簡単ですね。はい、オーダー久々ですけどこんな仕組みっていうのは初めてなので、はい、ちょっとなんか楽しかったです。ありがとうございます。もういつでも生地の取り寄せとか、うんうん、サイズのチェックとかもできますので、うん、はい、お好きな時間にしてみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで実際にオーダーの方が完了しました。いや久々だったのでこの一連の流れ自体もですねかなり楽しかったですね。この体験を皆さんにもぜひしていただきたいなと思うので、ぜひ皆さんもですねお店の方に足を運んでいただければなと思っています。今からですねどんな仕上がりなのかとても楽しみです。ということでこの後ですね実際に出来上がった様子もお見せしてみたいなと思っています。はい、ということで今回はですね事務所からお届けしたいなと思ってるんですが、注文してから数週間が経ちまして僕の手元にですね商品が無事届きました。こんな形でですね白い箱に入って到着するんですが、まあ、久々のオーダーだったので個人的にもめちゃくちゃワクワクしていますね。まあ、今回ですね納期までにおよそ3週間ぐらいの時間がかかったんですが、まあ、僕のこれまでの感覚だとオーダーって仕上がりまでにですね1ヶ月ちょっとぐらいかかるようなイメージがあったんですが、それが3週間ぐらいで届いたのでなんかねちょっと早いかなという感じがしました。かなり中を開けるのがワクワクしますね。まあ、実はですねこの箱には今物が入っていませんでして、こちらにすでにアイテムがかかってるんですね。まあ、今回ですね注文させていただいたのはネイビーのセットアップと、あとはその内側に着るですねTシャツですね。これまたですねセットアップに合わせた形になっているので着るのが楽しみなんですね。あとはそれだけではなくてボトムスも単品で注文をさせていただきました。このセットアップのジャケットを生かして今度はこのボトムスと合わせながらジャケパンスタイルというものも作ってみたいなと思ってますので、それぞれ早速着てみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。いかがでしょうか。なかなかバランスのいい仕上がりになったんじゃないかなというふうに思ってます。僕はですねこのようにオーダーをするのはですねかなり久々なので、
このようにですね、自分の体にぴったりと合ったセットアップを着るのはですね、すごく新鮮な感じがして、やっぱりですね、スタイルがよく見えてかなりいいなというふうに実感をしています。まあ、いろんな角度から見ていただきたいなと思うんですが、すごくですね、僕の体に合わせたですね、最適な一着に仕上がっているように感じています。まずはジャケットから細かく見ていきたいなと思うんですが、僕はですね、先ほどもお伝えした通りかなり小柄で164センチ53キロなので、なかなか既製のジャケットだといろんなところが合わないんですね。特にですね、この袖丈が合わなくて結構長すぎるものが多いので、お直しをすることが多いんですが、これはもう最初からバチッとですね、長さが合っています。だいたい指先から10センチ前後ぐらいのところにですね、袖の位置が来るのがバランスがいいんですが、まさにぴったりの長さになっているので、これまた気持ちがいいですね。あともう一つ着丈ですね。これもね、結構悩みの種なんですが、本当に1センチとか 1.5 センチの違いでも全体のバランスって変わってくるんですが、こちらを見ていただくと分かる通りですね、横から見ても後ろから見てもですね、すごくバランスがいいんですね。ジャケットサイズ感完璧かなというふうに思ってます。まあ、かつてはですね、オーダーをするときには結構サイズ感ビチビチにすることが少なくなかったんですが、まあ、そこまでですね、タイトすぎないような形で今回は設計をしています。ですので、今のトレンド感とも大きく外れることもないので、まあ、サイズ感においてはですね、すごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。続いてですね、このスラックスの方ですね、これまたサイズ感すごく良かったかなというふうに思ってます。まあ、シルエットもですね、細身ではあるんですが、タックを入れてるんですね。ここにタックを入れてるので、腰周りだとかお尻周りには適度にゆとりがあるんですが、ちゃんと膝から下テーパードがかかるようにですね、細くなっているので、ここのボトムスのバランスもすごく気持ちがいいなというふうに思ってます。まあ、ウエストもね、結構緩いものが多かったりするので、僕はお直しで調整することが多いんですが、そこも最初からバチッとですね、自分の体に合ったサイズが届くのはやっぱり気持ちがいいなというふうに感じています。そしてこのセットアップのもう一つの魅力なんですが、このですね、生地の色合いと質感ですね、ここにも特徴があるんですね。まあ、ちょっと色を見ていただきたいんですが、こちらは通常のネイビーに比べると少し明るさがあるんですね。もっと通常のセットアップのネイビーというと濃くて黒っぽいものが多いんですが、このような明るみのあるネイビーだと人との違いというのも出しやすいですし、少しカジュアルで柔らかい印象を漂うので、なかなかいい色合いかなというふうに思っています。このような色合いでしたら、もちろんですね、ビジネスカジュアルでも使うことができるんですが、これをですね、カジュアルシーンで応用するときにもすごく使い勝手がいいので、この明るめのネイビーというのがすごく個人的には良かったかなというふうに思っています。そして忘れちゃいけないのがですね、このストレッチ性なんですね。まあ、このようなジャケットだとかスーツというとどうしてもですね、着心地が良くないので、なかなかオフで使うのが気が引けるなという方も少なくないかなと思うんですね。ただこれはですね、着心地がめちゃくちゃ良くてすごい伸びるんですよね。今ジャケットをですね、このように動かしてるんですが、ぐんぐん伸びます。まあ、特にですね、このボトムスですね、屈伸なんかしてもものすごく伸びるんですよ。ですので、なんかこうスーツ的なイメージも強いようなアイテムではありますが、着心地としてはジャージなんかに近いぐらいのですね、かなりストレッチの効いてる素材感なので、これは長時間着てもストレスにならないですし、オンオフで着れるような使い勝手のいい素材感なのかなというふうに思っています。まあ、コーディネートとしては今回はですね、セットアップの内側に白い T シャツを着て、あと足元はですね、こういったブラックのレザースニーカーを合わせているわけなんですが、このような現代的なちょっとカジュアルめなセットアップにはすごく相性がいいですし、それ以外にもですね、T シャツの色を変えてグレーの T シャツだとか、あとはブラックの T シャツだとか、あとはですね、ニットポロシャツなんかにも合うかなと思うので、様々なアイテムとも相性が良く、着こなしの幅がすごく広げやすいので、めちゃくちゃ便利なセットアップができたかなというふうに思っています。ちなみに今回僕が着ているこの白 T なんですが、こちらはファブリック東京さんのオリジナルの T シャツになってまして、ジャケットに合わせるということを前提に作られているんですね。ですので、これまたバランスがいいんですね。なかなかですね、ジャケットと合わせる T シャツというとこの襟周りのバランスが難しくて、ここが開きすぎてもあまり良くないですし、あとは身幅ですね、
ここがですね、ゆったりすぎてもですね、ジャケットを着た時に収まりが良くないので、なかなかジャケットに合う T シャツを探すのが難しかったりするんですが、もうこれは最初からですね、最適化されているような T シャツなので、1枚持っておいて損はないのかなというふうに思っています。これまたですね、サイズの展開が広くて、まあ、通常だと T シャツだとですね、 SML XL、 このあたりは用意があるブランドは多いかなと思うんですが、それ以外にもですね、体型に合わせてかなり広いですね、 T シャツのサイズラインナップがあるので、やはりそこはですね、オーダーショップの強みとして、 T シャツのサイズ感に関してもですね、皆さんに合った1枚が見つけやすいのかなというふうに思っています。いや、それにしてもですね、このセットアップ完成度がめちゃくちゃ高いですね。そしてこのセットアップの良さというのは、もちろんですね、上下合わせて着るのもいいんですが、単品使いできるというところ、ここもまたですね、すごく便利なポイントかなと思ってるんですね。例えばジャケット合わせてボトムスを変えてみるという選択肢もありかなと思ってまして、今回はですね、もう1本ボトムスをオーダーしてるんですね。そちらがですね、チノ素材のものなんですが、こちらにですね、変えることでまたコーディネートの幅が一気に広がりますので、この後着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。今度はですね、ボトムスを履き替えたわけなんですが、こちらはですね、インディゴブルーのチノになってるんですね。まあ、チノパンというと結構ですね、ベージュのチノパンをですね、イメージする方が多いかなと思うんですが、こちらはですね、ちょっとクリーンなデニムライクな色合いになってまして、これがですね、個人的に大好きなんですね。まあ、よくですね、デニムスラックスという表現をされるんですが、まあ、こういったアイテムというのはですね、デニムのようなカジュアルさを持ちながらも、形としてはですね、センタープレスが効いていて、スラックスのような上品さがあるので、きれいめとカジュアルのバランスが取りやすいので、すごくですね、使い勝手がいいんですね。僕は個人的にこのようなボトムスが大好きなんですが、なかなかですね、市場で良いものが売っていないので、今回ですね、これが僕のサイズぴったりに仕上がるということで、思わずですね、テンションが上がってしまって、こちらを注文してしまいました。すごくですね、完成度が高くて、個人的にもこれからですね、ガンガン使いたいなというふうに思っています。まあ、なかなかですね、ジャケットとデニムという組み合わせだと OK な職場と NG の職場が分かれるかなと思うんですが、意外とですね、こういったスラックス調にすることでかなりきれいめに見えるので、多くの方にも使っていただきやすいのかなというふうに思っています。もちろんオンだけではなくて、オフの機会にはすごく活用ができるかなというふうに思ってまして、今僕はですね、コーディネートとしては先ほどもご紹介したネイビーのセットアップのジャケットの方を使い、内側にはですね、ブラックのニットポロを合わせてるんですね。このような形でコーディネートを組んでもらえれば、きれいめなカジュアルからビジネスカジュアルぐらいまでは対応ができるかなというふうに思ってます。まあ、このようなデニム調のスラックスと相性がいいのは、ブラックだとか、あとはですね、ホワイトのような爽やかな色合いなので、ぜひ皆さんもですね、こういったものを活用しながら着こなしの幅を広げていただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ですね、ファブリック東京さんとのコラボレーションということで、僕の体に合ったセットアップと、それからですね、チノ、そして T シャツをですね、オーダーしたわけなんですが、久々にですね、このような自分の体にぴったりと合ったものを着て、やっぱりですね、スタイルが断然よく見えるなというのを感じました。まあ、最近はですね、ビッグシルエットだとか、そういったものがトレンドになっているので、なおさらですね、体に合ったものを着る楽しさだとか、あとはシルエットの美しさを感じたわけなんですね。ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介したようなネイビーのセットアップに関しては、絶対に1着はですね、体に合ったものをしっかりと揃えた方がいいかなと思うので、オーダーをするという選択肢もですね、頭の片隅に置いていただければなと思ってます。まあ、僕自身ですね、いろんなお店でオーダーをしたことがあるんですが、ファブリック東京さんはやっぱりですね、今っぽい仕組みをちゃんと作りながら自分にぴったりと合ったお洋服を提案してくれるので、その点はですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思ってます。特に今までオーダーをあまりしたことがない方にとっては、最初の一歩としてはすごくですね、踏み入れやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、ウェブで見たいですとか、実店舗に行きながらですね、ファブリック東京さんの魅力をですね、感じ取っていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。